えー、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。えー、久留米記念中野カップ2日目。えー、今回は優秀戦の予想をお送りしたいと思います。はい、大枠の概要です。えー、っと、まあ、えー、機動力タイプが集まって、細切れ戦になった優秀戦。えー、ここはですね、えー、まあ、決勝を見据えた競争が、競争をですね、えー、それぞれがする中、えー 1>, 1レース1レースをあの2、はい、決勝戦というよりはあの1着を取りに行く山中が、まあ、短期ではあるんですがあのこのスピードというのはすごい素晴らしいものを持っておりますのでそちらの一発を本命にしたいと思います、はいえー、詳ししく見ていきましょう12レースの優秀戦です。 ご覧のメンバーですあれ、この印見てた山中が二重丸になってるよ。これ、あの引きずられて人気にならないかな。人気はまあ、浅いですよね、3連単、やはり。で、次がですね、吉沢、短期の吉沢、そして山中も3番目の人気で、短期の選手が結構人気集めてるんですよね。まあ 三連単、これ、一着のシリーズっていうより三連単に絡めるシリーズなので、やっぱり三着まではいる、やっぱ欲しいなっていう、細切れ線なので、ということで、集めてこの人気になっているのかなとは思うんですが、まあ、湿地より人気があるっていうのが結構意外ですよね。はい。え、まあ、並びはご覧の通りで、えっと、一番、 この3つ並んでいる数字をは右が、えー、スタート回数ですが、山内が6回でトップです。で、2番目も4回の一番者浅いなので、これはもう、あの、チューブが前を取るのは確実だと思います。はい。えー、で、先行ですが、バック回数トップが、えー、っと、この14回の小川慎太郎。やっぱり、 若手ですからね、そういう意味で言えば、あのー、取らないといけないと思います。えー、そして、えっ、ー、と、2番目が、えっ、ー、と、12回の吉沢。吉沢は短期ですね。なので、やはり仕掛け、後ろに選手がいないってなると仕掛けは遅れるんじゃないかなと思います。えー、3番目が、これも短期の山中が9回。 で、ホームを見てると山中が1回なんですよね。ということはもう、ほとんどかまし、まくりがしか考えてない。吉沢一方、吉沢は、あの、ホームは7回あるんで、まあ、小川に次いで2位ですよね。えー、なので、小川ほどではないけれども、あの、先行も考えて走るよ、という、あの、レースになるかと思います。 でえ、バック回数見てると、他がもう2回の 3, 3人なんで、まあ、先手取るのは、短期の2人を考えると、やっぱり小川慎太郎になるんじゃないかなと思います。まあ、もあのも優秀戦なので、あの決勝を見据えた競争を、 特に、まあ、アサイなどの上位勢はしてくるでしょう。まあ、それほど上位のメンツでもない。まあ、特別が終わった後だからな。どうしても、まあ、いくら中野孝一さんの名前つけた、あの、大きな、偉大な、えっと、世界に通じる名前の人のつけたカップレースでも、やっぱり特別経理、終わ、あれが、あの、 岸原の宮杯が決勝戦17日で、で、えー、っと、このクルメの赤のカ,カップは22日が全警備、23日がスタートですからね、ちょっと間隔が開かないんで、やっぱり調整とかも特別警備に合わせてお、やっぱり賞金も高いですしね、やってると思うんで、 まあ、欠場者も結構、まあ、山崎と山内が追加になっているのが分かる通り、欠場者も多いですし、まあ、なかなか、そうそう、まあ、浅いか格上ではありますが、そう単純にことは終わらないんじゃないかなとは思います。まあ、特に初日はその傾向は高いですよね。 まあ、そういうわけで、チャレンジャー的な選手にとっては、非常に、あの、取り替えのあるレース。まあ、特にやっぱ、ここ、小川慎太郎ですよね。小川慎太郎が、まだ、記念取ってなかったと思うんで、もう、臆することなく、あの、積極的なレースを見せて、決勝戦は、もう、積極的ながら勝つレース。 っていうのをして、えー、記念をもぎ取ってほしい。まあ、それは吉沢、山中にも言えるんですけど、それは言えますね。逆の意味では湿地なんかも、えー、っと、まあ、ベテランの頑張りってすあの素晴らしいものがあるんであの、浅井が積極的なレースを決勝戦ですればあの、優勝のチャンスもあるんじゃないかなと思ってます。でもちろんあの、地元坂本龍馬もチャンスですよ。 あのここで、やっぱり久留米の意地を、あのここはあの他の地区には渡さないっていうのを見せてくれたら、すごく決勝戦は面白いレースになるんじゃないかなと思います。まあ、あの話を優秀に戻しましょう。え、まあ、先攻は小川なんでしょうね。となると、ここの3番手を取った選手が、 あの有利なのは間違いないです。じゃあ誰が取るんだと考えたときに、まあ、浅いってまあ考えやすいのかなと思うんですが、私はまあ浅いかもしれないし、でも、山崎や吉沢の方が、なんか、 意外に取ってるんじゃないかなと思うんです。山崎はやっぱ大屋が規制されてからですね、ちょっと戦法をチェンジしてきて、中断を、行為を取ってまくるレースが本当上手くなってるんですよね。そういう意味で、あの、ルー,にル,ールに合わせたイメージチェンジが成功してるっていう恒例ではありますよね。やっぱり大宮時代って4.33とかそこまで行ってましたからね。 今3.92が上限なので、そう考えるとかなり、あの、回さないといけない。というわけで、回しつつ積極的に、あの、位置を取りに行って、昔みたいに後ろを置かれても、あの、大屋でかかっちゃえば、とは、まあ、3.57とか54の時代、 から比べればまだあの大みなレースではあるんですが、やっぱりあの後、後ろについてマーク選手が踏み出しで離れたり、まあ、踏み出し重視になってきてるのは間違いないんで、まあ、大ギアであの、追い込み選手、1着は取れないものの、ついていって2着っていうのは結構多かったですから、それで結構、あの、大ギア規制かかって、ベテランの、 追い込みの選手はあの振り分けられてるっていうかまあ足がないとっていうかね回転力がないとかなもしくはシビアに戦わないと香川雄介みたいにうそれは花ちぎりられてえー、っと好成績を上げられないという傾向にはなってるのかなとは思います。 また、あの、余談になっちゃいましたよね。予想をやれという感じなんですが、まあ、3番って、山崎か、やっぱり吉沢も結構、一応を取るにはたけてる。まあ、け、えー、っと、見えりの決勝戦に関しては、ちょっとペースを上げすぎて、えー、っと、あれ、もうちょっと緩めでも、後ろ稼ぎになってる以上、緩めでも、もうちょっと誘導を、あの、切るタイミングも遅くても良かったと思うんですよね。 で、そこで、あの、仕掛けてきたところを、近畿が仕掛けてきたところを、番手か3番手。もしかすると、あの、走り方によっては、五感さん言ってたんですが、前の選手、ラインが3車あると、一番先頭の選手が山下ろし来る子は、まだ3番手の選手は、あの、あバンクは上がっている途中だから、ついていくのがしんどいって言ってたんですよね。 なので、えー、っと、まあ、この時の脇本、三谷を3番手って言ったら、村上弟ですから、村上弟が離れたところを、えー、っと、まあ、ダッシュ、ダッシュ浴の選手なのかな使って3番手取れれば、あの、チャンスは、自分だけはチャンスあったとは思うんですけど、ちょっとあの、素直にハイペースでかけて、 脇本の先行を引き出しちゃったかなっていう気はします。まあ、後ろ戦になってるんで、そんなハイペースでかける必要なかったですよね。まあ、とはいえ、あの、吉沢一撮りもできるようになってますし、こう3番手取れれば、まあ、優秀であることもあって、落車とか、あ,あの、避けたいんで、無理はしないとは思うんですが、自然に3番手を取れてもおかしくない構図だと思います。 で、まあ、アサイが案外後方に置かれるのかなとは思うんですよね。えまあ、といっても、一番悪いパターンでも7番って山中もいますから、6番って取れるパターンの方が可能性はあると。で、アサイは3社連れてるんで、比較的早い仕掛け。といっても、まあ、先お顔を叩いて先行まではないな。 二コーナーぐらいかな、早くてもできるとしたら。それで、まあ、山崎も踏み込む。さらに、バックから、坂本龍馬も、もう、小川が踏み出したならば、仕掛けに行くでしょうから、あ、小川いらないかもしれないね。まあ、えー、っと、そう考えると、結構、あの、縦のまくり合戦に最後は、 なってくる。まあ、優秀は足比べです。もう、足を試したいっていうのもありますから、まあ、何もしないか足、足を試すか、だと思うんですが、いや、足を試す競争に私はなるかと思います。で、やっぱり全体のピッチが上がると、スピード選手が有利になるんで、えー、っと、短期、短期で位置は、まあ、あんまりいい位置取れそうには感じない。まあ、位置は、位置取りは、淡白なんですが、 えー、山中のまくりが届くんじゃないかなと思います。あのー、宮杯の最終日、えー、私、まあ、6レースやって2レースだけ取らせていただいたんですが、その2レース中、まあ、1レースがあの、地元古城のレースで、もう1レースが新田が出てたレースなんですが、えー、っと、新田の相手筆頭がこの山中だったんですよね。 やっぱり、あの、ニッタがやると、後ろがついていくのはしんどいんじゃないかなということで、そうなるとスピードのある選手が、あの、相手として絡んでくるんじゃないかなということで、山中相手にしたら、山中が、あの、ニッタがまくって、ニッタにしてはあれ、早めのまくりだったですよね。えー、そのまくりの後ろにはまって、えー まあ、ニッター勝せなかったんですが2着に入った。山崎も新、ま、田、あえー、から離れながらも頑張ったという競争だったと思いますが、まあ、山中、そういうスピードレースは強い。なので、スピードレースになるとちょっとあの後ろにつけている選手は評価を下げざるを得ないんですよね。自力自力力だーなーとは思うんです特にやっぱ 気をつけたいのが吉沢なんですよね。先ほど申しました通り、一取りはうまい。うまくなっているような気がするんで、小川の3番手を取れる可能性は十分あります。まあ、同じことは、あの、山崎を言えて、どうしてもまだまだ大木屋のイメージあるんですが、あの、結構最近いい位置取れるようになってきたんで、まあ、そこからを決め足はちょっと身を取るかもしれないんですが、 気をつけたいな、という、選手ではありますよね。浅井はちょっと評価を下げたい。小川を4番手に上げたんですが、ちょっと、この展開考えると、小川残れるのかなミアハイでも結局、えー と期待されたけど、機関車役の引き出しに終わっている感じはするんで、まだまだ粘るには足りない感じはあるんですよね。それが、あの、後ろ回る坂本龍馬だが面白いんじゃないかな。で、あと、まあ、湿地も一応、浅井の後ろにいるんで、押さえとかないといけないかなというのが、この目です。ちょっと73の可能性は、 まあ、ないとは言えない。後ろがもつれたりしたら、して、坂本がし、あの、番手まくりを躊躇したら、ないとは言えないんですが、ちょっと、あの、今のレース形態で逃げ切りってなかなか、あの、難しいんで、まあ、実用先行一社ではあるんですが、まあ、そこら辺は有利なんですけど、そういうふうな掛け方が今のお側にできるかっていったら、やっぱり、 先行一社の展開でも、逃げ切り入れるような、自分が残るような掛け方はまだできないんじゃないかなと思うんですね。ちょっとが評価を下げないといけないかもしれないです。やはい、吉沢、もちろん浅い山崎あたりが、あの、山中の相手の筆頭に、筆頭って三社いるのに筆頭っておかしいですけど、まあ、相手の中心になってくるかと思います。 はい、えー、長くなりましたが、えー、はい、ご,しゅここまでご視聴いただきありがとうございました。はい、えー、ゲーム動画で以降ではですね、チャンネル登録者数増やしたい、えー、目指せ1000人と考えております。はい、えっ、ー、と、この動画の説明欄といいますか、タイトルを右側にチャンネル登録ボタンありますので、えっ、ー、と、チャンネル登録、まだの方、よろしくお願いします。 また、高評価、コメント、SNS などのブログ、SNS など、あのー、高校拡団、各さんも歓迎、えー、しております。えー、ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。そして、そして、えー、この画面、えー、最後の20秒。 そう、えー、関連動画、動画プレイリストを流れます。はい。えー、お時間のある方は、ぜひ、その動画にアクセスしていただければ嬉しく思います。プレイリストはですね、チャンネル持っている方でしたら、ブックマーク登録、プレイリスト登録できますので、そちらを登録していただければ、この競輪更新すればあの、見ることができますので、えー 動画リストの登録も、えー、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、えー、長くなりました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。